はい、今回はですね、つぼりのトンネルに再び向かうというわけです。なんかね、10年ぐらい前に1回来たことがあって、その時の動画がアップされてたんですけど、その時動画アップしてたんですけど、最近そこになんかコメントがついて、それで思い出したのでもう1回行ってみようというわけです。ここやな。ただ手掘りトンネル内崩落のため通行止めって書いてある。まあ、このように細い道なので、ちょっと車では厳しいかな。まあ、こうやって棚田があって、こっちですね。ボー。まあ、この辺り畑とか田んぼがありまして、でさらに進んでいきます。はい、ここは広場に出ましてね、ここもう完全に閉ざされてるな。ここがつぼりのトンネルです。はい、到着しました。こちらがですね、1890年明治23年頃に掘られた手掘りのトンネル。なんかネット上の情報ではこれ通れるってなってるんですけど、まあ、どう見ても通れないですね。このようにがっちりガードされてますんで。で、こちら山の下を掘り抜いて、こう、くり抜いてというかね、手掘りで山を削って作ったトンネル。で、まあ、このがっちりと、ガードされてるんで、例えばこの中、隙間からスマートフォンとか落とした場合、この下から棒差し込んで拾うしかないというね。中はこんな感じですね。途中崩落してるでしょ、トンネル。で、崩落箇所があるので、こう、通行止めになってるみたいな、ここ。で、かろうじて、出口が見えますね。ライト消してみます。と、出口が見えます。ほら。明かりが出口ですね。今、まあ、こんな感じで、手掘りで石組みがされてまして。こう、反対側行ってみようかなと思うけど、どうかな。このトンネルの反対側に行くにはこの山を越えなければならないか。ここから行けそうですけどね。ああ、でもめちゃめちゃ登りますよね、これ。このトンネルの反対側、行ってみようかな。トンネルの反対側にちょっと行ってみよう。かなり遠回りになりますね。あ、ちょっと待って。ああ。遊歩道って書いてある。もしかしたらこっから行けんちゃう。歩きで。ナビに従っていくか。トンネルの反対側に。現在手掘りのトンネル反対側に向けて進行しております。果たしてたどり着けるのか、反対側に。ここを左か。めちゃめちゃ入り組んでんな。さらにここを左か。はい、これ一応案内があるんですよね。トンネルって書いてあるけど、これ多分手掘りトンネルってなってるんですよね。さあ、ダートに入って二手に分かれる。果たしてこれはどっちなんだ。看板がありますね。これです、このトンネル。まあ、こんな道車で来る人はいないと思うけど、歩いた方がいいかもな。距離は 900m と書いてありましたね。あー、怖え。ここ怖え。ガードレールも何もないぞ。これ落ちたら終わりだ。ここは確かにあれですね、歩いた方がいいかもね。
これもう道完全にあれやん、落ち葉で埋まってるからな。車も通ってないってことやね。の割にあの地面はコンクリート一応路面舗装されてますんで、まあでもコンクリートの上に落ち葉っていうのが結構やばいんやけどな、雨降ったら滑るからね。でこれトンネルまだ？これめっちゃ来てる。とうとうダートになりましたね。果たしてトンネルまでたどり着けるのか。これ落ちないように注意しないとやばいぞ。これこんなとこに落ちたら、あれまだ行くみたいね。うえ、まだ行くのか。まだ行く。しかもちょっと道が結構荒れてまいりましたね。さあこの分かれ道どっちなんだ、分かれ道どっちなんでしょうか。看板がない。でもこれ行けそうな感じ。さあ看板は、でもこれ地図マップ見たらもうちょいっぽいぞ。頑張れ。こっから歩こうかな。まあでも行くか。行けるか。無理っぽかったら歩いていくけどね、これ。もう結構無理っぽくなってきたぞ。来た、到着した。反対側に来たぞ。やった。おお、トンネル反対側出ましたね。こう反対側に抜けるだけですごい遠回りしてきましたけど、よし、到着しました。さあ、まあ、でも遊歩道あるって書いてあるからね、これ。ほら遊歩道あるから、ここ歩いていったら普通に山越えてあの反対側に来れたんですね。さらにこの反対側のトンネルですが、まあ同じ先ほどの反対側になります。こちら側もゲートが設けられていて、中に入ることはできませんね。うん、トンネルの距離はどれぐらいかな、これ。300m、200メートルくらいですかね。200メートルくらいのトンネル、崩れてんのがそこともう一箇所向こうの方ですね。でちょっとなんかこれカーブしてるんですね。まっすぐじゃなくて若干カーブしてる。風は向こうからこちら側に向いて吹いてきていますね。こんな感じ、向こうから吹いてきていますね。夏場は結構涼しいっぽいな。中入れないのマジで残念ですね。なんだこの鶴は。うわぁ。はい、トンネルから戻ります。ここ通れたらめっちゃ簡単やのにね。通れないばっかりにこのめんどくさい山道をまた戻る羽目になるとは。よし、行こう。下り気ぃつけないとやばいからね。ああ、なんか枝刺さってるし。こういうことある。よし、行こう。気をつけながら行くぞ。ここ崩れてるからね、ちょっと。しまバイクぐらいとはいけるけど。あ、たどり着けてよかったね。本当にあるのかっていうか、いけるのかどうかちょっと怪しかったけど、ちゃんといけてよかったわ。こういう、まあ、こういう系の道
やっぱりなんか途中で崩れたりしていることが多いので、戻ってきたぜ。無事戻りました。というわけで、細川柱本トンネル、手掘りのトンネル探索でした。まあ一回行ったら十分ですね。